ラムス須永博史、ベース池澤幸雄、ピアノ秋光義孝、テラサックス小田悟、クライネット北村英治、北村英治クインテット、そしてもう一つのバンドを紹介しましょう。ドラムス丸岡浩二、チューバー園田裕二、バンジョー吉野五郎、クライネット花岡英治、コルネット杉村明、トロンボーン園田圭一、園田圭一とディキシーキングス、皆さんこんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。牧岩正夫です。有坂直美です。ありがとうございます。お聞きのように今日は NHK505 スタジオに北村英治クインテットと、はい、園田健一とディキシーキングス、この2つのバンドをお迎えしておりますね。はい、そうなんです。そして今日はもうスタジオのお客様からのリクエスト曲も、本当に生のリクエストを中心にもう進めていこうという思考なんです。そうです。はい、本当に楽しみですね。はい、両バンドともレパートリーは豊富ですよ。はい、それからスイングとデキシ、はい、とにかくお好きなサウンドを堪能していただきたいと思います。そうですね。まずはご挨拶代わりに1曲プレゼントしたいと思います。その間にどうか皆様は、リクエストをお考えいただきたいと思います。それではまず最初、北村英治クインテットの演奏で社員をお送りしましょう。
ンテッド。ありがとうございました。まず1曲プレゼントいただきました北村英二クインテッドの演奏はシャインでした。続いて今度は園田健一とディキシーキングスの演奏をお送りいたしましょう。ディキシーランドワンステップ。ディキシーキングス、ありがとうございます。
1曲ずつそれぞれのバンドからプレゼントいただきました。園田健一とデキシーキングスはデキシーランドワンステップをお送りいたしました。さてこれからは、皆さんのリクエストタイムということになりますね。ステージの進行はそれぞれのリーダーにお任せすることにいたしまして、僕と、有坂さんとは、もっぱら客席のリクエストをいただきたいと思いますね、はい、それでは早速行ってみたいと思います。はい、リクエストご希望の方大きな声でどうぞ手を挙げてください。はい、上がってますね。それではまずこちらのお客様に伺いたいと思います。何をご希望でしょう。茶色の小瓶。茶色の小瓶、そうですか。スイングのナンバーですね。はい、そうです。はい、すいませんけれどもところとお名前をお聞かせいただきたいと思います。富山県から来ました島田です。お、富山から春だろう。どうもありがとうございます。はい、そしたらやっぱり茶色の小瓶聞きたいでしょうね。はい、その他ご希望の方。はい、はい、おー、いらっしゃいますね。はい、ではこちらのお客様に、デキシにね、波地遥かに。波地遥かに、はい、どちらからお越しでいらっしゃいますか。船橋の本間です。船橋の本間さん、なんかステージの方は笑い声が漏れておりますけれどもね。波地遥かに、はい、こちらの方はこんな感じですが、有坂さんの方はどうでしょうか。こちらの方で、あ、じゃあこちらの方に、横浜から来ました清水です。リクエスト曲を忘れて。じゃあ横浜からいらっしゃいました清水さんからのリクエストです。はい、セントルイスブルース。セントルイスブルース、渋いですね。はいはい、あともう一人、かなり上がってますね。こちらの方にもちょっと、はい、どうぞ。ローズルーム。ローズルーム、お名前は、鎌倉の篠原。鎌倉の篠原さんからローズルーム。はい、そのように皆さんから届いておりますが、はい、お願いいたします。だいぶあれですね、だいぶ皆さんね、凝ってらっしゃる方が肩じゃないですよ。ジャズに凝ってらっしゃる方がいらっしゃってね、いろいろこのいい曲を、どうだろうね、ね、園田さん、なんか非常に迷っちゃいますね。迷っちゃうよね。なんか波地遥かにとか茶色の小瓶とかいろいろと、バラエティに富んでるから ね、ひねくれてる人多いんじゃないですか。でもね、茶色の小瓶っていうのはね、やっぱりお好きな方多いですよ。です、ね、ものすごく。あれでも実はやってるんですうちで。あ、いいじゃないの、それじゃね、はるばるとなんか遠くから、ね、富山から、ね、来ていただいたから、ね、僕の方じゃあそれやらせていただきましょうか、はい、じゃあね、僕の方はこうぐっと渋くね、渋くローズルーム、これはもういい曲ですね、柔らかく。どっちからいきましょうか、先行いきますか、じゃんけんしますか、こっちからいっちゃうか、はい、なんてもうすぐね、おなじみのベニグドマンの18番のナンバーなんです。ローズルームお送りしましょう。
どうもありがとうございました、いろいろリクエストいただきまして、その中からローズルーム、そして茶色の小瓶をまず演奏していただきましたけれども、さあ続いてまたリクエストいただきたいと思います。はい、ご希望の方どうぞ手を挙げていただきたいと思います。はい、あ、かなり前の方でも上がっておりますね。はい、どんなご希望？チャイナボーイ。チャイナボーイ、はい、すいませんがお名前とおところ。栃木の池部です。栃木の池部さん、チャイナボーイというふうな、そんなことですね。さあこちらの方いかがでしょうか。はい、どうぞ。ハニーサックローズ。ハニーサックローズ、はい、すいませんがどちらがお越しですか。田梨の河野です。田梨の河野さん、はい、栃木と田梨というふうな、そんな感じで、リクエストが届いておりますが、さあどうぞ有坂さんお願いします。はい、あのさっきからものすごいこう愛顔するような目つきでこっちに選んでるんですね。指名してほしいっていうふうな、はい、じゃあリクエスト曲は、あのね、北村英二さんでね、身も心も。身も心も。また渋いですね、これは。本当に渋いから。もう一人、じゃあこちらの方に。はい、あの朝日のごとく爽やかに。お名前は？埼玉の内藤です。埼玉の内藤さんから朝日のごとく爽やかに、はい、どうぞ。
こちら側のお客様はね、割に渋好みです、ね、すごい、こう渋好みですね。こちら側のお客様はね、もううわーってこう言っちゃうんですね。身も心もなんていうのは僕、行きましょうよ、これチラリッと身も心も、これを僕たちの方でやらせていただきましょう。はい、もうちょっとじゃあ、はい、じゃあ、世界は日の出を待ってる、世界は日の出を待ってる、いい曲ですね、これは。牧原さん、こちらいいですか。どうぞどうぞ、はい、今、サムさんのお願いしようと、あとサウスランパーススイートパレードとかハイソサエティ。いやいや、一曲言ってください。一曲。さあ一曲だけ。欲張っちゃいけない。じゃあハイソサエティ。ハイソサエティ。そのはいはい。それでは世界は日の出を待っているを採用させていただきます。はい。それではそのリクエストのお名前とおところをお聞かせください。中野から来ました中村と申します。中野の中村さん。はい。どうもありがとうございます。それではまた僕たちの方からいきましょうか、はい、身も心もバディ&ソウル。
がとうございます、身も心もそして世界は日の出を待っているとリクエストいただきました。続いてどんどんとにかくリクエストをいただいていきたいと思いますよ。はい、どうぞ有坂さんの方から聞いてみてください。どうしようかな。はい、どんどん上げていただきましょう。どうぞ。じゃあこちらの方に、もう一人のヤングです。お名前を先に。山口県岩国市から来ました。山口県です。じゃあリクエストは岩国市。はい、岩国市です。あ、リクエストですか。マイフーリッシュハート。マイフーリッシュハート。はいはいはい、いろいろ届いてますけれどもね。はい、こちらの方はどうでしょうか。はい、こちらの方ちょっと手を挙げてください。はい、奥の方に入ってきました。あ、一番後ろにいらっしゃいます。はい、どうぞ。キャラバン。キャラバン。はい、どちらのお越しでしょう。横浜の山田です。横浜の山田さん、キャラバンです。はい、その他いらっしゃいますでしょうか。どうぞ。あ、え、こちらの方まだ聞いてなかったっけ。なんだろう、さっきから顔は見てるんですけれどもね。はい、どうぞ。T42。 はい、お名前とお所をどうぞ。中野の佐藤です。中野の佐藤さん、中野の方多いですね今日は。どういうわけか。はい、T42、 そしてあちらの方がキャラバンというふうな、そんな感じでリクエストですけれども、さあどうでしょうか。いや、いろいろたくさん来ましたけどね、先ほどの北村英二さんのクインテットの演奏、ボディ&ソウルですか、あれ聞いてたら僕たちもちょっと一曲こうスローナンバーやってみたくなったね。そうだね、やっぱりね、素晴らしい演奏を聞いた関係でもう僕たちもなんかこうしんみりしたのを一曲やりたいんですが、先ほどのセントルイスブルースをね、僕スローでちょっとやらせていただきたいなと思ってますが、はい、先ほどセントルイスブルースリクエストされた方はどの方だったっけ。あ、あちらの方ですね。お名前を。はい、はいはい、すいませんが、お聞かせいただきたいと思います。お名前を。さっき間違えました。さっき間違えたそうです。はい、横浜から来ました清水です。横浜の清水さん、先ほどございましたね。はい、そうですね、横浜からいらっしゃった清水さんからです。はい、そしたらね、僕の方はですね、先ほどこちらの方がチャイナボーイっていうリクエストがありましたけども、はい、チャイナボーイでガタガタやってみようかな。はい、ほうほうほう、ね、それで園田さんの方はですね、やっぱりこのスローのナンバーもできるんだぞっていうんで落ち着いてるんだぞっていうところをね見せるでしょ。今度は僕の方から先行きましょうか。そうです ね。それじゃあ園田さんの方お願いします。
Thank you.
どうもありがとうございました。セントルイスブルース、そしてチャイナボーイと取り上げていただきましたが、今日のハッピースイングセッション、スタジオにお越しの皆さんのリクエストを中心にお送りしておりますが、はい、どうやら時間的にも最後リクエストも1曲のみというふうな感じですね。さあここで最後のリクエストご希望の方、はい、さあどうぞ。はい、はい、たくさん手が上がっております。今一番早くはいと聞こえた方、はいはい、どうぞ伺ってください。ここで刺さないと本当後で何されるか分からないという感じ で、では大きな声で、はい、ロイヤルガーデンブルース、ロイヤルガーデンブルース、お名前どうぞ。横浜の杉田です。横浜の杉田さんからです。はい、どうぞ。その他どうぞ手を挙げてください。はい、どうぞ。インザムード、お名前をどうぞ。新宿の藤井です。藤井さん、はい、こちらはアイスクリーム。アイスクリーム、そうですか。女性の方からのリクエスト、お名前を聞かせてください。あの、品川の武井です。品川の武井さん、はい、こちらもいいですか。はい、どうぞ聞いてください。アバロン、アバロン、はい、出ました。あの、一番前に座ってらっしゃるんですけど、はい、今日何時にいらしたんですか。1時半か。おお、かなり待ったんですね。早めにお越しいただきますはい、どんどん行きたいと思いますよ。とにかく最後の1曲です。はい、これさっき聞きましたね、まだ手が上がっておりますのでごめんなさい。はい、メモリーズオブユー。メモリーズオブユー、はい、お名前を聞かせてください。日野の木村です。日野の木村さん、メモリーズオブユー、はい、どうぞ。学生さん、はい、ムーンライトセレナーデ。ムーンライトセレナーデ、ムーンライトセレナーデね。はいはい、お名前どうぞ。匿名希望です。あ、匿名希望、そうですか。憎い方がいらっしゃいますね高校何年生でしょう。2年生です。高校2年生の匿名希望さん、はい、どうぞ。こちらの方はレスターリプスイン、レスターリプスイン、はい、お名前どうぞ。川崎の返上と申します。川崎の返上さん、こちらもいいですか。はい、大体こんなところが出ておりますが、あと一人、あと一人、常連の方、いつもの、はい、じゃあ聞いてあげてください。あの、園田さんたちは、あの、日本の曲もやられるっていうことですので、あの、おぼろ月夜、僕の好きな曲なので、ぜひ。おぼろ月夜。お名前は。の世田谷から来ました松田。松田さんが好きなおぼろ月夜です。はい、ということでいろいろたくさん挙げていただきましたけれども、 その中からこのリクエストね、あの、みんなこう、みんなやりたいような曲でね、本当にどれもこれもいいんですよね、はい、だからね、困っちゃうんだ なんね、これだけ出るとね、みんな。で、あの、おぼろ月夜っていうのはちょっとあれワルツでね、非常にちょっとデキシーになりにくいんでごめんなさいね。それ以外はみんなやりたいような曲、はい、園田さんもそう言ってます。どうしましょうね、これ。そしたら、一緒にやんの、両方一緒にロイヤルガーデン、恨みっこなしでそれもいいですね。ねえ、それもいいかな。ねえ、ソロだけ少しずつ取るようにしようか、はいはい、ねえ、最後の一曲ってなると、これ、あの、本当にね、困るんです。やりたい曲を片っぽだけでやるでしょ、そうすると後で殴り合いの喧嘩になるっていうことも若いですからね、みんなね。それじゃあこれを、ね、一緒にやらせていただきましょう。やってみましょうか、うん、ちょっと間にチラチラっと、あの、目で合図しながらさ。そうですね、うん、それでいけるんじゃない、全く打ち合わせも何もなしですから、うん、いいんじゃない、そういうところは、あの、ね、お聞かせしても、うん、いいんじゃないですか。このスタジオにお見えの方にそういう楽屋裏も見せていいんじゃないか。みんな真っ青になって次、うんうん、やるところはまたおかしいんじゃないかと思います。
がとうございます、なかなか拍手が鳴りやまないというふうなそんな雰囲気のようですけれどもね、最後のリクエストは合同でロイヤルガーデンブルースをお送りいたしました。さあ、どうでしょうね、あのここでね、はい、合同が出たんでね、はいはい、時間はともかくとしてですね、デキシーキングスとですね僕たちで合同でもう一曲やらせてください。もう一曲ねえ、どうぞよろしくお願いします。例えばあの一緒にやってもううわーってやってね、ワイ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 ってそれで終わりにするっていうのはいいんじゃないかなと思う。ケンちゃんね、タイガーラグなんかどうかな、はいはいはい、ねえ、こちらからおなじみのタイガーラグをお送りしましょう。これはあのリレー式にやってみようと思います。はじめは可愛らしいタイガーラグ、それからデキシーキングスに行くと憎らしいタイガーラグになります。タイガーラグをお送りしましょう。
Anybody seen that tiger? Hold the tiger, hold the tiger, hold the tiger. クインテッド園田健一とディキシーキングス、皆さんのリクエストを中心にお送りいたしましたハッピースイングセッション、いかがでしたでしょうか。お楽しみいただけましたでしょうか。なお明日からの1週間は FM スペシャルが始まります。盛りだくさんの番組を用意しておりますので NHKFM でどうぞお楽しみください。さて1時間にわたりお届けいたしましたハッピースイングセッション、この辺でお別れの時間となります。司会は牧山沙央とアシスタントの有坂直美でした。Thank you.